どうも、黒さんです。今日は学生の読書離れについてお話ししていきます。とある新聞で中学生不読率という実態調査をしたデータがあるのでご紹介させていただきます。県内の公立中学校に通う生徒のうち、1ヶ月以内に全く本を読まなかった割合を示す不読率は 12.8% に上り、目標に 4.2 ポイント届かなかったことが、県教委が行った初の実態調査で分かった。読まない理由として動画投稿サイトの視聴や SNS、ゲームに時間を費やす傾向が見られ、県教委は電子書籍の活動などによって読書習慣の定着に力を入れるとしている。読書の他にしたいことがあるっていう主な内容として、YouTube などで動画を見るが 64.4%、LINE などの SNS をするが 40.7%、で、ゲームをするっていうのが 39.0%、っていう上位3つはもう SNS が占めてるそうですね。まあ、1ヶ月1冊も本を読まない中学生の不読率が 12.8% っていうデータなんですけど、まあ、この情報化社会、インターネットの社会になって2つのものっていうのがまず入ってきたんですよ。それは無料と便利ですね。まあ、この僕の動画にしても、まあ、YouTube にしても何か検索するにしても大体無料ですよね。まあ、アプリとかゲームするときも、まあ、大体無料なんで便利ですよね。無料だと気軽にアクセスができて、便利だとやっぱりストレスが溜まったり、なんか時間が空いたときにそれを利用しようとするんですね。無料と便利っていうのはめちゃめちゃいいんですけど、この二つが掛け算になったときに依存っていうのが始まるんですよ。ゲームで例えたら分かりやすいんですけど、ゲームってまあゲーム機は買わんといけんですけど、買ったらもう無料でプレイできますよね。次、便利。今オンラインっていう世界中の人と遊べるようになって、オンラインの月額とかは払わんといけんですけど、一回払ったらまだ世界中の人とこう遊べるっていう便利さがありますよね。で、この無料と便利っていうのが掛け算になると依存体質になるんですね。ゲームしとったら気づいたらもうこんな時間経っとったとか、あ、気づいたらもう朝になっとったっていう時ってありませんか？僕、昔めっちゃゲームが好きだったんで、そういうことめっちゃあったんですよ。もう無料と便利によって依存体質になってたからなんですね。無料が悪いとか便利が悪いとか依存が悪いとか言ってるわけじゃなく、今の自分が客観的に見れてるかどうかっていうのが大切なんですよ。例えば、うわ、今すごい自分ゲームに依存しとるわって思ったら、期限を決めてあげること。ゲームは1日1時間までとか、ここまで行ったらもうやめるとか、期限を決めてあげるっていうのが僕はこの現代すごい大切なことかなって思います。で、これはネットに限らず読書にも当てはまりますね。もう僕読書がめっちゃ好きなんで、もう時間があればもうずっと読んでしまうんですよ。読書もその依存するのはいいんですけど、依存しすぎるとそのノウハウコレクターとか意識が自分のようになってくるんで、依存すること自体がすごく怖いので、読書も僕は朝は2時間だけとか、今日はちょっと午前に用事があるから30分読書するとか、期限を決めて僕はやってますね。なので、ネットを利用するのも読書を利用するのもバランスをすごく考えてあげることが大切です。本を読んでないから悪いとかじゃなく、ネットをやりすぎてるから悪いとかじゃなく、それ期限を決めてしっかりバランスをとって、こう楽しんでいこうっていうのが僕はすごいおすすめだと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、一冊の本との出会いで人生は変わるをテーマに様々な本を紹介する中で、自分を見つめ直すきっかけになったり、幸せな未来を築いてほしいという願いを込めて発信しています。何か一つでもあなたの参考になれば幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。